東京の桜が全国トップで開花となりました。気象庁は、今日午後2時ごろ、靖国神社にあるソメイヨシウノの標本木が数輪咲いているとして、冷たい雨が降る中、東京の桜の開花を発表しました。去年より7日早く、平年より12日早い桜シーズンの到来です。統計が残る1953年以降、 最も早い開花となり東京が全国トップで咲くのは3年ぶりですこの週末は缶の戻りがありますが来週後半は再び暖かくなり1週間から10日ほどで見ごろを迎えそうです